で、まあ、朝チームの講義が1時間ほどありまして、その後、コミュニケーションの、まあ、ビデオ撮影して、実際にこう動画の振り返りですね、行っていくということで、あの担当利用者、昨日あの顔合わせしてまして、各あの受講生さん、担当利用者とコミュニケーションを取っていかれると思います。で、それを今日ビデオ撮影して、実際に、まあ、自分のコミュニケーションはどうなのかというので、ね、動画の振り返りであの、言語的なコミュニケーション、非言語のコミュニケーションについても、勉強していきます。なので、現場の方にもあの撮影の方でちょっと上がっていきますので、ご迷惑かけると思いますが、よろしくお願いします。はい、以上です。よろしくお願いします。はい。昨日交流をしていただいた方、まあ、ここで全労権の委託でですね、こういう研修をやってて、なんかメリットあるんかなと思いながらですね、まあ、講師をやってる方々は、講義演習が上手になるということあるんですけども、まあ他の施設の方と交流する、同じ労権でですね、交流するというメリットは多分、あったと思いますが、藤田さん、どうでした？なんか話した？しましたけど、情報をあまり得ることができなかったですよ。まあ実際そっち行ってみないとね、はい、どこの施設でした？はいはいはい、で、皆さん研修に来るとき事前にですね、県レベルの認知症の研修でもそうですけども、書いてきてもらってます。心に残る認知症の人を語るということで、で9人いますけども、まあ、ざっと読んで、私がまあ一番心に残る認知症利用者の人を語るという文章の中で一番心に残った方を読みます。外見川荘は毎回、この3月に2回目がありますけど、そこでもね、あの職員派遣してくれてますけども、心に残る認知症の人を語る祖母、自分の祖母ですね、93歳高い私の祖母はとても厳しい人でしたが、共働きの両親の代わりに私たち兄弟3人の面倒を愛情を持って見てくれました。そんな祖母も長い年月をかけて認知症が進行し、晩年には同じ話を繰り返し話し、徘徊し、老弁するまでになっていました。私は認知症とはこういうものだと理解していましたが、ある日他のことで忙しくしていた私に、いつものように祖母が繰り返し繰り返し同じ話を続け、私は思わずきつい口調で、イライラするからもうやめてと言いました。昔の祖母なら逆に怒り、返してきたと思いますが、その時の祖母は黙りこくり、目からポロポロと大粒の涙を流し始めました。私ははっと我に返り、その涙に本当に驚き、罪悪感で胸がいっぱいになりました。私はどこかで思っていたのです。どうせわからないだろう、どうせ忘れるだろうと。私は祖母を全く理解していませんでした。認知症になると新しいことを忘れてしまったり、理解力が落ちてしまうことがあります。感情は皆と同じで、悲しさや寂しさをちゃんと感じ取れるし、コントロールできない分、認知症ではない人以上にそういった感情を大きく感じるのではないかと思います。祖母はその後施設に入所しました。私は毎週末面会に行き、最後も看取ることができましたが、あの時のことを思い出すと今でも胸が痛み、後悔が残ります。現在私は祖母がお世話になった施設で働いています。一人一人の入所者の方は私にとっての祖母のように誰かの大切な人です。私は技術も知識も未熟ですが、入所者の方々に対して後悔のないよう誠意を持って日々接していくように心がけていきたいですということで、他の方もですね、昨日こういうレポートをもとに、2分間の話をですね、グループの中で紹介し合うということをやりました。で、ですね、まあ、ハートはいいとして、その上にですね、そのベースの上にやはり知識とかスキルを身につけていただかないといけないと。で、困ったこと、施設でどういうことが困っているかということをですね、まあ、書き出していただくんですけども、職員側から困っているというふうな視点で、書き出していただいたら、大体、暴力暴言、物取られ妄想、取り込み帰宅願望とかね、移植排泄の失敗、放尿とか、出てきます。で、
こういうですね、職員側から見て困ってること、職員側から見て問題だなと、いわゆる問題行動をですね、利用者側の視点に立ったときにどうなんだろうというふうなですね、視点の切り替えを、それぞれの現場の職員がやっていくということが、まあ、紐解きシートもですね、そのツールの一つなんですけども、職員も困ってるけども、一番困ってるのは、例えば1億円取られたという、妄想に取りつかれているおじいさんかもしれないし、放尿する場所が分からなくって洗面所に放尿してしまうこの おじいさんかもしれないしですね、夕方になると帰りたいと言って訴えてくる、あるいはそこに帰らんといけんと訴えてくるこのおばあさんかもしれない、一人一人が、困ってると、状況、周りの状況が認知できないために、困ってるのはその人本人なんだという視点ですね。で、困ってる本人を、少しでも困らないように、支えてあげるといいますかね、認知症の方の自立支援という視点から、もう一度捉え直していかないといけない。そのためのベースになる基礎知識とかスキルを、まあ、身につけていただくということで、まあ、今日一日また研修をやっていきたいと思っております。で、その基礎知識の一つとして、まあ、竹内理論というのがあるんですけどね、まあ、竹内先生最近やってる、まあ、7、8年前から水飯クソ運動と言ってますけどね、この介護は水に始まり水に終わるというこの本ですね、これ新しく出てます。で、生理学を元にしたですね、生理学を元にした自立支援の介護の、理論の組み立てのやり直しということをですね、力を入れてやってきて、まあ、主に特養の団体ですね、全国労使協の中で、非常に優秀な特養のスタッフを集めてですね、事例、基礎知識の勉強と事例をやっていくと。で、おむつをゼロにするのはもちろんですけども、胃ろうをやめて口からちゃんと常食を食べようとかですね、要介護5の人を歩けるようにしようとかですね、そういう、チャレンジングの試みをですね、特養でやってます。ということで、今日は私竹内理論の話を、1時間やった後に、コミュニケーションということで、昨日も言ってましたけどね、学生時代以来ですと、一人の利用者にたっぷり時間があって、ちゃんと関われるというのはもう学生時代以来ですと言われてましたので、いかに現場が、業務が忙しいかということが分かるんですけどね、忙しい業務の中でもきちっと一人一人に、1分でも3分でも関われるような、関わることがとても奥が深いんだというふうなことをですね、体験して帰っていただくと、まあ、その施設で、少しは、これまでと違った介護ができるんじゃないかなと思います。以上です。はい、変えないといけません。